また高橋市では、備中松山城の猫城主三重郎が新調された上下を身にまとい、備中高橋稲荷神社への初詣を行いました。三重郎は今年推定年齢が9歳、人間で50歳以上となるため、城主の健康と多くの観光客の登場を祈願しました。 一刻も早くお城に戻って、お城と城下を見守りたい。穏やかな一年であってほしいにゃん、そのように申しております。今日から城主の仕事に戻る三重郎は、今年も多くの観光客を呼び込んでくれそうです。